大学生の時に買った車。大学二十歳の時に買った。めっちゃシフト入りやすいって言ってもらえて。車の話出張坂戸店のコーナーです。始まりました、ひろきさん。はい、始まりました。はい、今回の動画も本庄サーキットからお届けしているんですけれども、愛車紹介のコーナーということで、じゃん。こちらインプレッサー。青いですね。はい、WRX。はい。はい、なんでこちらのオーナーの方、はい、女性だと。おお、珍しいじゃないですか。はい、いうことをお聞きしまして、はい、だいたいシャツインしてるスバリスト。やめなさい、怒られる、はい、怒られるよ。大丈夫、僕もシャツインしてるんで、別に決してスバリストを揶揄してるわけなんですね。はい、はい、ということで早速ね、オーナーの方をお呼びしたいと思います。はい、スーパー GT でもレースクイーンをやられている江崎郎さんです。よろしくお願いします。失礼します。愛車。はい、愛車です。私の車です。また濃い車乗ってますね。はい、綺麗なダブルRブルーです。綺麗な、そうですね、綺麗。ちょなんかちょっといろいろ擦ってますけど。いや、別にそこら辺は言わないでください。あ、ないです。綺麗に擦ってる、擦ってる、擦りまくってるダブルRです。はい、ちょっと拡大しておいてもらってね。リップスポイラー割って泣いてましたから、はい、やめなさい。一緒に氷上走行行った時に割っちゃってガチで泣きました。そうです。なんて泣いてるんだろうと思ったら、リップスポイラー割ったとかって。買ったばっかりの STI リップを1週間で割っちゃって。早かった ?1 週間だったの ?1 週間も持ってないです、正直。変えて、気合を入れて買ったんですけど、うん、もう持たなくて。なぜ雪の中にリップスポイラーをつけてきたのかっていうね。ちょっとバカだね、表情、ちょっといつももうちょっと車高が低いんですけど、はいはいはい、表情だってたんで、ちょっと上げたんですよ。はい、上げたんですけど、なんかめっちゃ周りに低すぎるって言われて。低かった。で、この時より低くなかった。もうちょっと低かったです。そうだよね。それは無理だよ。みんなにすごい怒られました。割りました。はい、はい、ということでね、車の方も見ていきたいと思うんですけど、はい、ちなみにこちらのお車、お気に入りのポイントとか、ノーマルからいじってるポイントってありますか？もう本当に最初に買ったのがフルノーマルだったんで、お気に入り。でも私基本的になんかカスタムはどっちかといえばする方が好きなので、純正で乗るよりはやっぱりインプといえどちょっと車高を下げて乗るのがやっぱり好きで、はいはい、まず最初に車高を入れてちょっと下げましたね。まあ、ところで、あとはホイールいじって、ホイールいじって、うん、でも細々はいろいろいじってて、はいはいはい、あと1個ポイント、やっぱり、はい、なんかシャワル乗ってる、インプレッサー乗ってる方、うん、やっぱ BBS とかいろいろゴールドのホイール多いと思うんですけど、うんうんうん、私やっぱちょっとラリーとかでメカニックやってたり、うん、ちょっとラリーの仕事もさせていただいてて、はいはい、そういう車見てて、だいたいワークの白ホイ使ってるんで、うん、私もワークの白ホイに白ホイ使ってました。はい、MCO ですけどね。私はワークの、はいはいはい、D9R なんですけど、はいはいはい、やっぱこれがやっぱちょっと珍しいなって思われて。あ、確かに女性でこんな青い GDA だっけ。A のアプライド E 型です。はいはい、あー、うん、E 型。まあ、アプライド E っていうのがスバリストっぽい、ね。はい、アプライドまで言って自己紹介だと思ってるんで。だいたいアプライドまで普通他のメーカー言わないですからね。でも皆さん前期か後期かみたいな感じで、うん、あ、そんな感じです。そうそう、 E 型の2004年 V スペック、はい、V スペックで、はいはい、これがスバリスト。スバリストではないんですけど、はい、お腹出てるんで。あ、そうですか。シャツインしてもらってね、今度ちょっとやろうかなと思ったんですけど、今日はオフィス出して。でも、あれじゃないですか、声かけられるんだよ、スバルのようになって。結構やっぱ大黒とかちょっと人集まるようなとこ行くと、はいはいはい、おじ様とかに。あ、どうしたら話聞こうかって。あ、そうだ、あれじゃないですけど、もう、お姉さんの車かっこいいねみたいに言ってもらうんで。あ、いいじゃないですか。スバルコミュニティが。あ、なるほど、なるほど。スバルコミュニティもしっかり使ってね。はい。はい、もう私、イニシャル T とかいう漫画系から入ってて、はいはい、とりあえず車はなんか、フルバケで4点を入れるみたいなのが頭にあって、あ、教え込まれてて周りからも、うん、なるほど。これは大学生の時に買った車。大学20歳の時に買って、はいはいはい、一番最初の車ですね。ああ、じゃあ未だに乗ってるんだ。そうなんです。とりあえずマニュアルで青くて速くてなんかでっかい羽ついてる車があればいいなと思って、とりあえず1年限定乗るつもりだったんですけど、はいはいはい、気づけば3年以上乗っちゃってて、なるほどなるほど。でもなんかあれですね、その初めに買うなんかあれがちょっとスバリストっぽいですよね。でっかい羽がついててみたいな、ね、マニュアルで、マニュアルでみたいな。で、大学その時通ってたんで結構東京の遠いとこだったんで、はいはいはい、最速で大学に通える車を探して。あ、車で行ってたの。はい、高速使ってめっちゃお金かけて行ってました。やばいっすね。通学高速使って2時間近くかけて行ってました。マジで片道。はい、はい、片道かかりました。すごいね。この車愛着もすごいじゃないですか。そうなんです、愛着ありすぎてやっぱ売ろうと思ってたんですけど、もう売れないです。ちょっと生涯を共にしようかなと思って。ちなみに売るとしたらいくらで売ってます？え、売らないですけど、売るとしたら、売るとしたら、売るとしたら
でも100じゃ無理ですね。あー、なるほどね。確かに全然 STI じゃないからあれですけど、やっぱり結構いじって、あー、なるほどね、愛着が湧いちゃったからね。確かに確かに、結構いろいろいたんで。はいはいはい、確かにね、予想なんですごいな。でもなんかステアリングもだいぶワックスベルついてる。はい、やっぱりなんか取れるのがかっこいいなと思って、そこ取って、あのそこに S 字フックがあるんで、いつも乗り降りするとき。あー、こういうことね。あ、これ壊れそうじゃない？大丈夫？ビヨンってなってるけど。な感じで、いつもハンドル取れるのって言われる。すごいっすね、水中下で。はい、そこちょっとこだわりっていうか、なんか水中下ってかっこよくないですか？まあまあまあ、わかる。わからなくもないけど、わかる。結構ドライバーさんとかにもバカにされるんですけど、意外と乗ってもらうとめっちゃシフト入りやすいって言ってもらえて。そう、なんかね、握りやすいんだよね、そうなんですよ、水中下ね。ずっと新車です。すごいね。全然いじってないんで、本当にクスコのストラトのタワーバーつけてるぐらいで、はいはい、うん、あ、でも割と個人的にはこういうエンジンの方がチューニングする側としては嬉しい。本当ですか？ゴテゴテいじらなくていいから。なんかもうそろそろ中とか外の見た目は終わったんで、もう3年ぐらい乗ってるんで、うんうん、そろそろ中いじってちゃんとサーキットとか走りたいなと思ってて、うん、でも一番最初にやらなきゃいけないのは、この方はね、ラジエーターのここがかしめが緩むから、はいはい、これだけアルミのやつにしといた方がいい。絶対ある日突然パーンって爆発するから。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ見てください。あのメカニックとのことなんで、僕が遠目でこうやっとけよっていういうだけなの。やってもらえないですね、一応レースクイーンなのに。あ、でもメカニックって言ってたじゃないですか、さっき。メインはレースクイーンですよ。メインはレースクイーン。メインはレースクイーンです。まあ同時並行してプロのメカニックみたいな。かっこいいじゃないですか。副業です。副業ですか。副業です。はいはいはい。車庫長は店員さんですか？店員です。まあわかりますね、色で、ね、うん。なんとなくインプは店員なのかなみたいな。ああ、なるほどね。マフラーとかも柿本、やっぱインプっぽい。最初やっぱ何も分からなかったんで、はいはい、インプの人が乗ってるのみんな調べて、はいはいはい、じゃあ柿本入れようかな。へえ、いいっすね。面白い面白い。やったらちょっと車分かってきたりすると、うん、インプだけどちょっと他の人と違うようないじり方したいなってやっぱ最近思いますね。はいはい。いや、まあでもこれからどんどん値が上がってきますし、希少価値が高い車なので大事に乗ってもらえればと。ハイガスやってたかった、はい、今笑われてるんだろうなって思いました。まあでもいいんじゃないですか、うん、はい、どうでした実際山中さん。俺はもう慣れ親しみすぎて、でも何か思うんですよ、うん、そのまあ、インプレッサーであれライモであれどんな車であれ、この時代の車やっぱいいっすね。いいっすよね、かっこいいし個性があるし、はいはいはい、はい、特にやっぱこの音、確かに個性もあるし女の個性もあるしね。一番あるかもしれない。そう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 、うまいが一番うまい。東京サンドで、はい、ドロドロ言ってます。ドロドロ言ってますからね、はい、車好きな女性もっと増えてほしいですね。はい、そうですね、そうすれば山中さんもね、ハッピーな笑顔になる。山中さんが喜ぶ。そう、山中さんが喜んでくれる。なんかシリシオ君のためみたいな感じになるじゃないですか。やめてくださいよ、本当にね。はい、まあ、ということで今回 GDA の紹介となりましたけど、まあ、レースクイーンの江崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。これからもインプ大事に乗っていきます。はい、はい、ということでお届けしました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。